にちは、縁カタローチャンネルです。演歌歌手の岡みどりさんがカラオケ番組での挑戦で見事成功し100万円をゲットしました。その後、山内さんへ心を込めて歌ったと発言されましたが、一体どういうことなのでしょうか。その内容をまとめてお伝えしていきます。演歌歌手の岡みどりさんが7月4日放送のフジテレビ系千鳥の鬼レンチャンサビだけカラオケ&スノーマンレンチャンに出演し、サビだけカラオケ1音外したら即終了、10曲連続クリアしたら100万円に挑戦。見事成功し賞金100万円を獲得しました。このチャレンジは音程を1音も外さずにサビを10曲連続で歌い切るというもの。西野カナのトリセツや前回失敗したドリームズカムトゥルーの何度でもやアドのうっせーわなど高難易度の楽曲に挑戦しました。岡さんは過去2回同企画に挑戦。今回は紅白歌合戦に初出場した時の記者会見で着用したという着物で願掛け、勝負着物での参戦にこの企画への並々ならぬ思いが伝わってきました。そして持ち前の歌唱力で10曲を音程を外さずに歌い切り100万円を獲得しました。特にラスト10曲目のアドのうっせーわは岡さんにとって言葉もリズムも高音も演歌にはない挑戦の一曲ということで、歌唱前の岡さんの表情からも緊張が伝わってきました。同曲の特徴でもある音がオクターブで飛ぶトリッキーなメロディーラインを的確に捉え、安定感のある歌声をお茶の間に届けました。チャレンジに成功した岡さんは、長かった、良かった、嬉しいと目に涙、そして山内さんへ気持ちを込めて歌いましたと、同番組にゲスト出演しているお笑いコンビかまいたちの山内健司さんへ向けて歌ったことを明かすと、スタッフからどういう気持ちでと聞かれ、山内さんから緊張しているふりいや、ほんまは余裕やのに毎回こんなリアクション取ってるし可愛さを出すためになどといじられたことに対し、うっせーわと一言。挑戦が成功したら謝罪をするという約束があり、山内さんはいやいやながらも土下座をすることに。この歌唱に SNS では岡みどりさんうますぎて聞き入っちゃった、岡みどりさんのうっせーわ綺麗だった鳥肌立ったなど、岡さんの歌声を称賛する声が多く上がっていました。そして岡さんを挑発していたかまいたちの山内さんに対しては、山内さんに最後はちゃんとすみませんでしたか
ごめんなさいを言わせて、深いすぎて笑えない。個人的には撮影以外の場所で山内さんがきちんと岡さんに詫びてほしいなと思う映像内容でした。など不快に思う方も、あくまで芸人として挑発されていたかと思います。撮影終了後にそそくさと岡みどりさんへ本気の謝罪をしているに違いないと思いますので、どうぞご安心ください。出産でお金がかかる時期だと思いますので、賞金本当におめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。